劉備は医療の戦を終えると静かに世を去った。蜀漢の帝位は劉備の志士劉禅が継ぎ、諸葛亮がその補佐となる。諸葛亮は孫悟に使者を送ると関係を修復、両者の名を新たにした。またその後諸葛亮は異民族の多い南中へと出兵、かの地を滑る大王孟獲を振幅させ、一帯を平定した。これで孝子の憂いなし、覇道を進む大国魏を倒し乱世を終える。4年に及ぶ入念な準備を経て、諸葛亮は魏に対し北伐を開始した。まず北の各軍を制してから長安へと進み、その先の巨匠を目指す。道は遠大、しかし何としても亡き劉備の悲願を遂げるため、自らを奮い立たせ、諸葛亮は魏が守る天水の地へと向かった。趙雲、正妻、そして新帝劉禅も各々の思いを胸に戦場に立つ。この諸葛孔明、乱世の地図に天下の大景を描きましょう。父上亡き劉禅様、ただそうか、それで天水、しかしその間にそうか、この北伐の果てに人類を勝ち取ります。まずは天水の主を制圧しましょう。まずは城の前の敵で立ち回す趙雲の方に、あの敵を引きつけてもらいます。その間私たちはここで敵を迎撃しましょう。寄せつけない、お見事です。来た、敵だ。脅威殿の言った通りとは。よし、兵器用意、くれ、攻撃に移れ。
我こそは強白薬。この私がいる限り天水の地は渡さない。なかなかの槍の使い手と見える。いざこの超死竜がお相手いたす。心配ご無用、必ずや倒してみせます。いえ、あの者を捕らえましょう。承知した。いいですか、あの脅威の意志を生かして捕らえるのです。以上戦っても分が悪い。ここは一旦引き、他の城に注意を促そう。開けるつもりか。
そうはさせんぞ。今度は南安城へ進軍を開始しました。今度こそ奴らに制圧される前に私が進軍中とのことです。こうなってしまっては仕方ない。せめて馬順殿の退路は確保しなければ。何、安定も南安も陥落しただと。俺は退却する。お前たちは足止めをせよ。脅威を疑うのか。彼はあれほど奮闘しているの。あの脅威ってやつなんか気の毒だぜ。職ならあんな思いしないだろうな。なぜ私をもてあそぶような戦を。これ以上生き恥を。さあ首を打て。失礼しました。ですがこうでもしないとあなたと話せませんでした。脅威、共に行きましょう。私はあなたの英知が欲しい。ようやく諸葛亮殿の意図が分かった。脅威、その武勇も見事。ぜひ私たちの仲間として戦ってほしい。黙れ。人を陥れて何が共にだ。私は
私は義の将だ。その義の将たちはあなたを置いて逃げた。悲しい思いをさせてしまったのだな。だがそれもそなたを求める一心ゆえ、お願いだ、どうか私たちと共に神の世を目指してほしい。不思議だ、あなたの言葉は私の心を溶かす。あなたたちの陣へ案内してください。